はい、皆さんこんにちは。こんにちは。スプロケットで作る珍兵器第24回目、今回もリクエスト戦車を作っていこうと思います。リクエストありがとな。見た目がとても変わった戦車を作っていきますよ。それいつも作っとるせ。それでどんなリクエストいただいたん？2回前にかっこいい戦車作ったよね。後ろ姿がいろいろとやばい戦車や。その時に視聴者さんから、とあるゲームに出てくる戦車に斜めに追加装甲をつけたものがあるって教えてもらって。え、斜め？今回はそのゲームに登場した戦車を作っていきます。ほう。車体はドイツ戦車という設定なので、塗装を黄色にしました。前作ったラムティーナーと同じ色やな。では車体を作っていきましょう。戦車はパンツァーフロントシリーズに出てきたというシュネルやアクトパンター、オリオールという架空戦車ですね。ほんまや、装甲みたいなのが傾いてついとるで。いろいろと変わった戦車は見てきましたが、この付け方は初めて見ました。これは作ってみるしかないよね。かなり難しそうやで。今回は別の資料で戦車を作ってしまったので、見た目がちょっと違うのはご了承ください。はい、では後ろで作っているのはそんな架空戦車オリオールです。前はかなりえぐい傾斜入っとるな。資料を見比べながら70度近い傾斜を入れています。70。全体的なサイズを紹介すると推測になるのですが、全長は6から7メートル。こちらは公式の数値になるのですが、幅は2メートル90センチ程度しかなかったそうです。見た目よりもかなり小型な戦車なんやな。第二次世界大戦中のパンダー戦車よりも一回り小さい感じになるね。後ろ側はこのようにニュッと出しておきます。画像ではこの部分に変なのついとるで。なんとここにガスタービンの排気口があったそうです。ガスタービンってジェットエンジン的なあれか。公式設定ではガスタービンを搭載することでシュネルやアクトパンター、高速駆逐戦車を実現するとしていました。いわゆる公式イキリ設定ですね。イキリ言うな。はい、車体下部は完成しました。上部構造は砲塔を加工して作っていきます。最初に砲塔をガッチャンして、車体とガッチャンして、ぺったんこにして、ぺったんこにして、両側をニュッといじって、いじってレブイン角度にしていきます。変なところでエコー入れんな。この戦車、この傾斜と車体サイズが原因でかなりキチキチになります。でかい方やエンジンは入れれん感じやな。あとは後ろ側をキュッと絞ってサイズ感を合わせたら完成ですね。今回は車体と砲塔を使って形を作ることができたな。このゲーム、現時点では両端を削ったり角度を変える程度しか調整することができませんよ。次に足回り、画像を見ながらそれっぽいものを作っていきましょう。オリオールの天輪は8つなので同じ数を搭載。誘導輪の位置をニュッと合わせて、後ろ側の機動輪もニュッと合わせます。履帯を触るとそれっぽい形になるな。あとはこの肘輪を合わせたら完成ですね。次に主砲を乗せていきましょう。サイズとかはどんな感じなん？公式設定によると搭載できる主砲は2つあって、長い方は100口径 88mm 砲を搭載していたそうです。待て、それって砲身の長さが 8m80cm やん。ゲームの開発中に実際に作ったらおかしいサイズ感になったので、見た目だけ小さくしたって記載があったね。見た目だけでスペック上は100口径にしとったと。いわゆる公式イキリ設定ですね。だからイキリ言うな。スプロケットでは数値よりも砲身が長く見えてしまうので、砲身の長さは405センチ。かっこいい言い方をすると46口径 88mm 砲に設定しました。あとは主砲を乗せるだけです。戦車っぽくなってきたで。短いかなと思ったのですが、これでもちょっと長い感じになっていますね。ほんまに長く見えるんやな。それでは装飾を使って車体を作っていきましょう。めちゃ難しいやつや。スプロケットで自作構造というか、車体を乗ることができるのは、お体とこの増加装甲、そして装甲板のような板くらいです。使えるものが少なすぎやな。今作っているのはフェンダーになるのですが、これだけでもかなり複雑な組み合わせになります。車体の隙間を埋めて、下地を取り外せば完成です。それでは、今回最も難しい車両後部の構造を作っていきます。ここのところやな。こんな感じでポイッと装飾を並べて、車体との接続を確認、段差がつかないように配置していきます。斜めの部分を作って、車体から飛び出している部分も作っていきます。なんかすごいことになっとるで。ちょこっと飛び出しているところも作っていきますよ。これは裏側の構造ですね。ここの先っちょ部分を埋めていきます。この先端を埋めることが前回できなかったのですが、ウィンカーの裏面を使うことで綺麗に埋めることができました。これは新しい発見やな。
あとは気になるところを再度貼り直して、それっぽく作れていれば車体は完成ですね。こんな見た目になっとったんやな。それでは装飾をつけていきます。ちょ、またわけわからんことなっとるで。キューポラを組み合わせてガスタービンエンジンの排気口を設置。先っちょはこんな感じですね。それっぽくできとるやん。実はこの戦車、後ろ半分だけ謎のフェンダーをつけています。え、これなんなん。よくわかりませんが、とりあえず同じ構造をつけておきました。ほう、というか戦車の上に置いてあるタンクはなんなん。なんか女の子のリボンみたいで可愛いよね。リボン、普通の燃料タンクだといいんですけどね。え、ポイント。イラな流れからこれ来たで。いやー、ポイント。皆さんしばらくお付き合いください。アカネちゃんが大好きな謎の配管を設置。そんなこと一言も言っとらん。このフェンダーなんだけど、多分謎の配管を設置するために搭載していたと思うんだよね。そんなわけないやろ。ちなみにこの配管、一つあたり 10kg もあります。何が詰まっているんだろう。みんなこれ燃料タンクやで。謎の配管のグッズかご期待ください。気でも狂ったか。普通に嘘ですからね。このままでは直接垂れ流しになってしまうので。垂れ流しとか言うな。微妙なサイズ感の簡易フィルターを搭載。これで半分くらいはなんとかなりそうですね。完全に設計ミスやん。何つけとるん。あーん、ポイント。また余計なもんつけんな。謎の大容量タンクにアクセスできる蓋を搭載。ここを開くことで色々とはかどりますね。何がはかどるんや。念のためここには線をつけておきましょう。やだ、いろいろこだわってきちゃった。そろそろ誰か止めに入ってくれへん。それではオリオール最大の特徴となる増加装甲をつけていきましょう。乗せ方は簡単。垂直面に増加装甲の装飾を取り付けて、その上に装甲板をポイッと乗せていきます。ちょっと聞くけど、この戦車なんでこんな装甲積んどったん。多分側面装甲が30ミリしかなかったためかな。え、30ミリ。第二次世界大戦中のパンター戦車は45ミリ程度だったので、ちょっと薄めですね。付け終わったら下地を取り外せば完成です。なんかおかしい。くさ、装甲板は下につけすぎていたことが発覚。全バラです。高い位置につけられなかったので下地を作り直して再度装甲板をつければ完成です。こんな感じですね。上手にできたやん。それでは完成した車両を見ていきましょう。重量はこのサイズ感でなんと25トン。めっちゃ軽いやん。ちなみに公式の設定はどんな感じなん。公式というか本家のゲームでは37トンってなってるね。正面走行は同じ130ミリ、側面も30ミリ、背面は車内容量の制限で5ミリにしています。正面走行の見かけ上の厚さは260から360ミリほどあるので、かなりカチカチですね。このシナリオでは200ミリあれば確か安全やな。主砲は46口径88ミリ砲を搭載。そして最高速度も本家のゲームに合わせて 60km にしています。軽くて速い戦車やな。戦車のサイズ感はこんな感じですね。実際のオリオールは高さが約173センチだったらしいのですが、偶然同じようなサイズ感になりました。形にするとサイズも同じくらいになるんか。それではお待たせしました。今週の謎の配管のお時間です。なんでこれが人気あるんや。この大容量タンクから謎の配管を通り、途中にある中途半端なフィルターで一応いい感じにろ過されて、中途半端とか一応とか、あとはそのまま垂れ流しですね。毎回さらっとパワーワード使うな。ずずずと垂れ流し。わかったわかった。それでは激しく漏れ出す謎の液体を見ながらゆかりちゃんを呼んでみましょう。皆さんこんにちは。私は砲手やるから、あかねちゃんはドライバー、ゆかりちゃんは得意のゴムパッキン交換やってね。うん、了解や。それじゃあ戦闘開始。ゆるふわち兵器ちゃんね。今回も射程が軽いので味方給料と戦っていきます。味方の数は重量で増減するで。あかねちゃん発進。発進。これ加速めちゃええで。とりあえずそこの丘の手前で狙っていきます。ここんとこで隠れながら撃つ感じか。味方が敵戦車撃破、さらに2両撃破。私たちも撃ち抜いていきますよ。安心安全の88ミリスンダーロー。冗談。安心安全の88ミリスンダーロー。あれ、さらに味方が1両撃破。味方の戦果がエグいで、次は慎重に狙って。ポイント撃破。車体正面を貫通。
撃破。あかねちゃん左狙うよ。味方が敵戦量撃破。これ味方めちゃ強いで、私の設計が良かったからですね。だから元は別の人やよ。さらに2両撃破。あかねちゃん右を狙っていくよ。ちょっと前進するで。よし、この横負けてる戦車ぶち抜きます。距離約350m。ポイント撃破。敵戦車の前輪に命中。尾体を破壊。山なりに砲弾飛んでいくな。よいしょ。側面を貫通。炎上。まあ余裕ですね。さらに味方が2両撃破。これもう残り少ないで。僕の戦車に超精密射撃を積んだろう。地面に着弾。僕の戦車に超精密射撃を積んだろう。笑ってごまかすな。もうガバガバやん。これ戦車ごとに砲弾の飛び方が違うからね。味方の砲弾が命中。おりゃ。敵戦車の正面装甲を貫通。撃破。余裕の命中ですね。声に余裕を感じられて。敵戦車残り3両。敵さんいない感じだね。あかねちゃん発進。どこかに隠れてる敵さん狙うよ。全速で行くで。おお、やっぱり加速力がえぐいで、これ37リッター V8 エンジンついてるからね。車体も25ターしかないので、加速力は今までで一番いいかもしれませんね。時速 60km 行ったで。一応本家のオリオールもこの速度を出せるとしていました。さすが高速駆逐戦車ですね。その代わり正面以外の装甲はめっちゃ薄いで。右に敵戦車。あかねちゃん敵に正面向けて。味方が敵戦車撃破。残り1両。60km で走ってるのに狙われるとか精度やばすぎや。ゆかりちゃん、残りの敵戦車も。多分その丘の向こうにいると思われます。あかねちゃん、最後の1両撃破していくよ。了解や。敵戦車発見。正面にいます。ちょこっと砲塔見えたね。これどうするん。ここは走りながら撃って撃破かな。軽く走りながら行くで。まあこの距離なら余裕で撃破ですね。あの人撃破。敵の離隊に命中。余裕で撃破ですね。あの人撃破。どこ狙ってんねん。あかねちゃんアクセル全開。反対側に回り込んで仕留める。ここでターンや。めちゃ旋回性ええで。いただき。あれ、味方車両が先に敵戦車撃破。勝利しました。なんだ、さっき仕留め損なったからや。その通り。はい、念のため味方戦車の位置を確認しに来ました。今回もめっちゃ大活躍やったな。全然動いていませんね。敵戦車を狙えればその場から動かない仕様です。シベリアオフに決定です。ちょ、何してんねん。操縦系統すべてゾンコちゃんに奪われました。おい、こら止めれ。くれー、ズンジャラバババババビアタック。今回もこの戦車の実力を見るため、最も難しいシナリオで戦ってみましょう。開始から間もなく味方が敵戦車撃破。やっぱり味方の射撃精度がかなり優秀やな。強い砲とある程度の装甲を乗せれば一方的に狩り始める感じだね。味方が重戦車撃破。正面装甲を貫通。沈黙。真正面に敵の重戦車発見。この子ね、また変な動きしとるで。おいっと。敵戦車の砲弾に誘爆。炎上。残り1両。めちゃサクサクやん。何回かプレイしたのですが、敵に正面さえ向けていれば抜かれる心配もなく、かなり強い感じですね。機動性もかなりええからな。変な癖もないで。この戦車で終わりですね。おりゃ。正面装甲を貫通。勝利しました。ズンちゃんチーム余裕の2連勝です。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、戻ってきました。今回作った高速駆逐戦車どうだったかな。普通に使いやすい感じはしたな。そうね。欠点らしい欠点といえば、側面の 30mm を抜かれることが意外と多かったことかな。それはズンコが突っ込め言うからや。この手の戦車は遠くからペチペチ倒すようにしましょう。ぜひ皆さんも高速駆逐戦車オリオール作ってみてくださいね。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。